はい、今回は小池百合子に関する3つの超ヤバい噂話について考えてお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。一つはですね。えー、ま、学歴差称の件なので、まあ軽くお伝えします。 であとの2つがですねリスナー様のコメントからあ、まあ、あの調べて、えー、まあ分かったことということで、まあ、貴重なご意見を、ねえー、皆さんもいつもいただいて本当にあ,ありがとうございます。えー、このまあ3つ、どれもですね、えー、まあこういったまあ噂話ということですがおそらくすべて本当でそういった人間が東京都知事をやっていること自体がおかしい。 で次にまた東京都知事選に出ることもおかしい、まあ、そういったことをですね1人でも多くの方が思っていただければと思いまして、えー、今回、この内容について考えていきます。まあ、あの学歴詐称の件をですね過去にも何回か取り上げたので、まあ、今回はその件についてはまあ軽く触れますということでね、でまあ、その2つ、リスナー様にいただいた2つのコメントの方がとてもまあ、ね、やばいんですよ。 でえー、小池百合子がいかにやばいかということと小池百合子をです、ね、どうにかしてこの東京都知事から変えないといけないということを国民がですね足並みを揃えることが大切だと思います。で、えー、蓮舫さんのことを悪く言うんですが蓮舫さんのことを悪く言っても状況はあ全く変わらないしむしろ状況が悪くなる一方なんですよ。 だからどうにかして小池百合子を変えるにはどうしたらいいのかって言ったら蓮舫さんしか、ねえーまあ、の対抗馬がいないわけじゃないですかと、まあ、いうことをいつもお話ししてますがまず1つ目、えー、学歴詐称の件で軽くちょっと触れます、まあ、小池百合子というのはカイロ大学を首席で卒業したと言っていますが99%嘘である可能性が極めて高い。 でこのカイロ大学をですね主席で卒業したということが嘘であることが分かった時点で、ですねこちら、公職選挙法違反になりますので、都知事をやってること自体がおかしいんですね、でまた次に東京都知事選に出ることもおかしい、でさらに、このカイロ大学、エジプトということで、ですね小池百合子っていうのは、アメリカ CMA もありますが、実はエジプトの側とつながっている、エジプトのエージェントっていう疑いもありますので、 完全にこの日本の国益を毀損してるんですね、えー、小池百合子っていうのは東京都民の税金が分からないような形で形を変えてエジプトの資金になってる可能性があるんですよそういった人間が東京都知事をしてるっておかしいじゃないですかで今回ですが小池百合子がですねカイロ大学卒業っていうことをうたった場合、えー、こちら刑事告発されるっていう話もありますのでえまあもう多分それを言わない 言わないんであれば今まで言ってきたことがおかしいつまりそういったところからやはり学歴詐称し,していたということがほぼほぼもうバレるわけですよねだからもう当然小池よりかなんて支持されるはずがないんですよっていうことで、えーまあ、このですね、えーまあ、学歴詐称の件について軽く触れましたで次の2つなんですが えー、猛烈にこれ、やばいんですね。で、1つはあ、まずリスナー様がいただいたコメントで、僕、初めて知ったんですよ、こんな話を、まあ、ちょっと僕も知識がないんで、えー、で教えていただいた話を、まあ、調べたんで、でまず、どのようなコメントをリスナー様がいただいたのかっていう、そのコメントからですね、紹介していこうと思います。歴代都知事が積み上げてててきた都の貯金9000を使いいい切っっ今ほととんど残っていないと 21億円しか残っていないと、えー、いう状態で、これを人に話すと顔色が変わると、との貯金を使い切って、えー、もしも東京に何か災害が起きたらどうするつもりなのかというご意見をいただいたので、えー、僕は全く知らなかったので、このような、ねえーまあ、情報をいただいたことに本当感謝の限りありがとうございます。あのリ,リスナー様がいただくコメントをです、ね、時間がある限り見てあの、僕も勉強してますので、えー、本当にあのいつもありがとうございます。ここの,このことを調べてみたんですよ。 でそうしたら、ですねこの方がおっしゃっていることと、まあなんていうのかな、ちょっとに似てる情報があったので、まあ僕はこれかなと思って、ただ、非常にですねまずいわけですよね、うん、小池百合子っていうのは非常にまずいんですよ、で、多分この方はこのことをおっしゃったんじゃないかと思う、まあ、僕の調べたことをねお,お話ししていきます。あの増添陽一っていう人が、ですね小池百合子に9000億円使われたっていうことを言ってるわけですよ。 増添陽一がですね東京都知事には1兆円の金があったと、で前の知事から9,500億円貯金していて、まあ、約1兆円ぐらいあったんですが、この増添陽一がですね小池百合子に9,000億円使われたっていうことなんですよね。だお金はさまざまなことにばらまくと、休業保証とか、なんとかそういったものにばらまいてっていうことで。 でえーまあ、この財政調整基金ということみたいなんですがその財政債権とか都、まあ、税の収入とかそういったものが9500億貯まっていたんですがそのお金をどん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 使ってしまったっていうことなんですよね。うん、わけわかんないじゃないですか、まあ、な何に使ったのかっていうのが、まあ、ちょっと,こと詳細が書かれていないんですが当然今までの歴代都知事がためていたこの金をですね え使い切ったわけですよでこのリスナーさんもおっしゃってた都の貯金9,000億円えこれが21億円まあねほぼなくなっちゃったような感じじゃないですかだかこれあのね何かあった時にこれどうするのかっていう話なんですよでもなくなってしまったんでこれどうしようもないっちゃどうしようもないんですがそういったことをやった人間え東京都知事にいること自体がおかしいですよねでこのこの件について増添陽一がですねこのように言ってるわけですよ。 東京都は金があるとかって言うんですけど東京都は地方交付税交付金をもらっていないっていうことで東京都にはねまあいくつかの税収っていうのかなちょっと難しいんですがまあ法人住民税とか法人事業税っていう2つの法人税収が入ると景気がいいとどん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 お金が貯まるっていうことなんですが最近はその景気が悪いんで倒産するところもあるっていうことで。 でそうなってくると法人税を払えなくなったりとか法人事業税、法人住民税そういったものがまあどうにもならなくなるということでそうなると東京都の財政自体がアウトになっていくっていう、まあ、そういったことなんで今までこの積み上げてきた9000億円を小池力が使ってしまったということでこ,れこの人間が都知事やってるのってありえないじゃないですか。 だからこ,ここからこのリスナー様は、あのね、え小池力子っていうのはよくない、おかしい、やばいっていうことを言えばいいんじゃないかということなんですがえ、僕もそう思います、うん、だどちらかというと、その学歴詐称のカイロ大学の件に目がいきますが、それもおかしいです、公職選挙法違反で、ただ、今までの歴代東京都知事が積み上げてきた9000億円を小池力子を使って、残りがもうほとんどないって、そういった人間に東京都知事って任しておけないですよねって、まあ、そういったことを教えていただいたんですよ。 うん、だからあ,ありえないと思います。本当にありえない、うん。やばすぎる。もう即変わるべきだと思います。で、今度は別の,あの、まあ、リスナー様からあ、こちらはですね、あの短い、まあ、映像ということで、まあ、僕はそれを調べたんですけどあの、この別のリスナー様からのご意見では多分こういったことかなと思うんですが、どういうことかと要約してお伝えいたします。小池百合子っていうのは、自分にマイナスとなる意見とか、そういったものは一切聞かない、えーまあ、そういった方針を取るということですね。 え不穏発言何かっていうとですね小池百合子は東京都知事の答弁拒否率76%ということで、えー、小池百合子に不都合な質問をした、あのー、議員というのはその場を退席、ね、させられるということで、えー、異常じゃないですかこれ東京都議会ってどうなってんのっていうことでその短い映像があったんですよ。 でこれっていうのは、この今お伝えしてる小池百合子にねこの不都合なことを質問した人が追い出されるっていうのは、これは本当です、映像があったんで、うん、だから、東京都議会においては、小池百合子の独裁がまかり通るんですよね。小池百合子にとって不都合な質問は答えない、小池百合子が、あるいはですね小池百合子に対して不都合な質問をする議員っていうのは、その会議から、ね、出されるってことですよ。 でこの関,関口健太郎っていう議員が出てたんですけど、その多分多分それだと思うんですが、この関口健太郎っていう議員が小池百合子に質問したら、ですね追い出されたんですよね。で、この関口健太郎っていう議員が追い出されるときにです、ね、表現の自由、言論の自由が全くないじゃないかっていう大声を上げて、まあ、追い出されていくその姿を、をそ,その映像があったんですよ。ありえないでしょ、普通に考えて。 だから、あのまあ、東京、まあ、その都議会っていうので、えーまあ、普通の、まあ、議員よりもある程度の発言権はある、しかしそこをですね、顧力を抑え込んでるわけですよ。腐敗しきってますね。うん、であの、東京都議会って腐敗しきってるっていうようなあ、その投稿もありましたし、例えば僕もこの話も知らなかったんですよ。リスナー様のコメントで初めて知って、あの調べたんですけど、マスコミっていうのは絶対これを報道しませんからね。 小池百合子大手広告代理店デンマル、マスコミは不都合なことは報じないで小池百合子を批判する発言は、まあ、不穏当発言として議事録から削除されるって異常でしょ普通に考えてこういった人間が東京都知事やってることって本当におかしいからねでこのわずかな短い映像だったんですが小池百合子はこの自分にですねこのね えー、まあ、なんていうのかなマイナスな発言をしたこの関口健太郎っていう議員がそのに議会から出ていくところににあっと笑ってるんですよ、うん、だから自分にこう盾つく人間っていうのはどん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 排除していくからなっていうそういった含みをね、えー、まあ、持ってる顔とも取れるんでだからこれらの3つのことから考えて最も東京都知事になってはいけない小池る子が今とと東京都知事をしてるわけですよ。だから東京 都民の方が豊かに暮らせることなんてないんですよこのような人間がやってるからだから東京都知事選で小池百合子をどうにかして変えないといけないんですよで変える人っていうのが蓮舫さんしかいないわけですよだからあのまあどうにか蓮舫さんに頑張ってもらいたいだからちょっとね僕もこの話何度もしてるんですけどす,すいませんあんまりうまくできないんで,で小池百合子が東京都知事にいるってことはこれ最悪なわけですよ この最悪をちょっとでも良くしていこうと、そのためには変わらないといけないわけですよね。今のこの最悪の状態から誰かに変わってもらわないといけないわけですよ。誰が変われるのかっていうこと。で、それで、えー、いろんな人が出てますが、票をきちんと取れて、小池百合子にね、えー、その対抗できるのとは蓮舫さんしかいないと思いますので、だから蓮舫さんに、えー、頑張ってもらいたいとそう思いますっていうことで、今回はこの小池百合子に関する3つの超ヤバい噂話っていうことで、 どれも本当だと思いますのでご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけどまあこういったことが分かってるんで参考にしてください。ということで今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします